マジかよ、どれが本物のセレモニーさんだよ。どうも、シュンス TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、生まれて初めてパパと娘だけで旅行に来ました。そしてですね、昨日の動画で夜ココちゃんがもう泣きながら、ママどこ、ママどこって言っていました。そして一緒に寝た夜中、ココちゃんが抜くって起き出して、ママどこ、ママって。普段泣かないんですけども、夜中すごい泣いちゃって、で朝今起きたばっかりなんですけども、ココちゃんがもう全く元気ないんですよね。ちょっと大丈夫かな、映したいと思います。チャンネル登録してくれるの待ちきれないよ。ココちゃんおはよう、朝になりました。朝からなんか元気がないんだけど、ココちゃんどうしたの？ん？ママに会いたいの？ご覧の通り、ココちゃんがすごく元気ないんですけども、本日ディズニーオフィシャルホテルグランド日光東京ベイ舞浜ホテルに宿泊してるんですけども、実はもう一泊します。そしてもう一泊目はなんとママのセレモニーさんが合流することになってます。もう24時間ぶりにココちゃんがママと会うんですけども、とりあえず私とココちゃんでこのホテルのキッズルームに行きたいと思います。そのキッズルームにいる最中にこっそりとセレモニーさんが部屋の中に入ってて合流するという流れになってます。ママ、あー、フロントにあるキッズルームに来ました。ココちゃん普段ここでね、もう走り回ったり飛び回ったりして元気いっぱいなんですけども、靴と靴下を脱いで寝っ転がりながらテレビを見ております。ココちゃん大丈夫だよ、もうすぐママに会えるからね。ママはココちゃんに会いたいってすごく言ってたよ、楽しみにしてたよ。あー、早く早くセレモニーさんから連絡来ないかな、連絡が来たら向かう流れになっています。ココちゃんも楽しみだよね、私も楽しみです。ちょっとさ、ちょっとさ、うるさいな、僕テレビ見てんだよ。あ、ごめんねココちゃん、もう間もなくサプライズが待ってるからね。はい、皆さん時間になりました。セレモニーさんがですね、部屋に入って準備ができたということで、私とココちゃんで部屋に行きたいと思います。ママに会えるの楽しみ？寂しかったよね、早速行ってみましょう。神様、いやー、ココちゃんお部屋まで行くの楽しみだね。そうだね、早くさ、お部屋に着かないかな。あ、ココちゃん怪我するから走らないでゆっくり行こうね、ゆっくりさ。あれ、しおさん、ちょっと待って、これってさ、どうしたのココちゃん。これさ、なんか電話のおもちゃだよ。あれ、ちょっと待って、チャッターフォン、この部屋って私たちが泊まってる部屋ですよ。チャッターフォンがいる、なんでだろう、ちょっと理由を教えてくださいよ、なんでここにいるの。あー、シュンズ TV、 セレモニーさんに呼ばれて一緒に来た。私がここでシュンさんとココちゃんに伝えることがある。一体何？中にたくさんのセレモニーさんがいるから、どれが本当のママかココちゃんとシュンさんに当ててもらいたい。中に大量のセレモニーさんって。まさかのセレモニーさんがチャッターフォンを連れてきました。そして中にたくさんセレモニーさんがいるみたいなんですけども、ココちゃんは果たして自分のママを当てることができるんでしょうか。ココちゃん、正しいセレモニーさんを選んでね。わかった？自信ないな。でもさ、やった。さあ、ココちゃんと、そしてチャッターフォンと中に入りました。ちょっとさ、チャッターフォンさ、ヒントちょうだい、ヒント。ああ、ココちゃん、ヒントはない。そんな難しいな。確かに難しいよね。よし、とりあえず私とチャッターフォンで一緒に中に入っていきたいと思います。よいしょと。いやー、ちょっと緊張するな、緊張するな。果たしてセレモニーさんはいるの？これは一体何なんですか？大量にクマのお面があるじゃないですか！あ、シュンズ TV、
これはすべてココちゃんに任せるんだ。マジかよ。ココちゃんにしてはかなり難しい任務でございますよ。一発勝負でございます。どれが本物のセレモニーさんのお面だと思う？ちなみに皆さんはどれだと思いますか？一つだけ正解があるみたいなんですけども、私には本当にわかりませんよ。さあココちゃん、いいよ。どれが本物のセレモニーさんのお面だと思う？これじゃないかな。これちょっと待って、これ本当にそうなの？合ってたらすごいけど間違ってたらやばいよ。シュンズ TV チャッターフォン、そのお面をお風呂場にシュンさんが持って行ってくれ。もしも正解だったらママが出てくる。でももし不正解だったら今日もママには会えないぞ。ちょっと待ってよ。今日もママに会えなかったらココちゃんはもう泣いてやばいですよ。でもココちゃんが真っ先に選んだのはこれって言っていました。じゃあこれを私はお風呂場にちょっと入れてみたいと思います。タオルロークしてね。よいしょ、こっそりとですねお風呂場の中によいしょとちょっと入れて締めたいと思います。いやー、もしこれでココちゃん合ってればママが出てくるって。間違ってたらどうしよう。僕泣いちゃうかもしれない。だってさ、全部同じようなお面だよ。そうだよね、ココちゃん。ママが出てこなかったら。ココちゃん、大正解です。ん？ちょっと待って、何の声？え？あ、わ、セレモニーさん、ココちゃんが泣いちゃってるよ、嬉しすぎて。ちょっと、ということでですね、見事ココちゃんはセレモニーさんを当てることができました。引き続き私とココちゃんとセレモニーさんとチャッターフォンでディズニーオフィシャルホテルグランド日光東京ベイ舞浜ホテルを楽しみたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。ママ、よう、こんにちは。何をしているのかね。くだらないことばっかりやっているから、シュンズ TV はいつまでたっても弱いのだ。ロッツォは褒められたことありますか？ああ、もちろんだ。私はいつも褒められてるぞ。サニーサイド保育園の時はボスだった。だからみんなに褒められる毎日だったぞ。ロッツォに質問だよ。次の新しい仲間はトイザラス名古屋に行っていろんなおもちゃたちを洗脳してね。ああ、確かにトイザラスに行けば強いおもちゃがいるのかもしれないが、私はもうすでに最強の仲間を手に入れたぞ。ロッツォへ質問。ドラゴンボールを仲間にしてください。ああ、確かにドラゴンボールも強いのかもしれないが、私が今回手にした仲間はドラゴンボールのようなヒーローだ。このヒーローたちは正義の味方だが、敵を見誤ることもあるということだな。明日シュンズ TV たちを攻めさせるとするか。ああ、そうそう、シュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。